どうも、学生時代はドラムをかじっていました。 MBC アナウンサーの岩崎浩二です。さあ、先週に引き続き今週も私がお送りしてまいります。よろしくお願いします。今回のテゲテゲーニングは A 局はお休み、代わりにテゲテゲファミリーの岩崎アナが60歳以上の e スポーツ全国大会で優勝に輝いたレジェンドに挑みます。60歳以上の e スポーツ全国大会に出場し、太鼓の達人部門で見事入賞したレジェンド柏木健志さんにお話を伺い、太鼓の達人のレクチャーを受けた岩崎アナウンサー、今回はレジェンドと対決します。太鼓の達人スイッチバージョン、右から流れる音符が枠に重なったタイミングに合わせて太鼓を叩くリズムゲーム。音符は数種類あり、連打したり太鼓の縁を叩いたり演奏方法が異なります。タイミングをミスなく連続で演奏が成功するとコンボになり高得点を狙えます。今回はレジェンドカップで演奏した同じ曲で対決します。さあ、最初の曲散歩ということで、はい、もうこれも何度も練習してきた曲ですかね。何回か挑戦はいたしました。そうですね、はい、今お気持ち的にはいかがですか。そうですね、負荷をなくすということで一生懸命の気持ちです、うん、そうですね、はい、コンボを続けられるようにということですね、はい、ではご一緒できればと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと達人の一音一音に緊張が走ります。あ、これぐらいがいいですね。やっぱ健二さんいつの間にかもう差がついてますね。すごいな。これ緊張するな。おー、すごっ。お、すごいですね。負荷ゼロじゃないですか。ありがとうございます。すごいですね。107最大コンボ、フルコンボなんですね。これか量をもうちょっと増やさないとですね。まだ欲張りますか、はい、このスピードぐらいの曲であればもうちょっと量を増やした方がいいのかなと自分的には思ってるんですけど、はい、そうなるともう私は出直してこないといけないぐらいのレベルになりますから、すごいですね、レジェンドってやっぱり、難しい。この後は達人に勝てるか。やっぱちょっとなんでしょうね、萎縮しちゃいますね。
何ですかこの裏のリズムは。この裏の。うわ、ここは食い違うんですね。難しい。やっぱすごいですね。素晴らしい。レジェンドがもう私を置いていくんですよ。早くなってきました。あー、漏らした。うわ、やっぱすごいな。1ミスでした。なんかもう気づいたら点が開いてますよね。あ、ちょっとケンジさん、負荷が1ついてますけど。はい、間違えました。この負荷1は好きですか嫌いですか。これ好きですね。これ好きですか。いや、だってこれがないと0になりませんので、負荷が0になりませんので、やっぱりこういう負荷をやっぱり、まあ、やっててわざとやるわけではないんですけど、一生懸命やって負荷が出る、その負荷をできるだけ0にしようという努力を自分でやらないとという気持ちではやってるんですけど。あ、だから次のいい目標にすでになってるってことですね。そうです、そうです、ね、私負荷は6あるんですよ。はい、だいぶ先の方にありそうです。いや、大丈夫ですよ。大丈夫です。いや、でも素晴らしい。やっぱこの精度の高さなんだっていう、すごい安定感大事ですね。そうですね、あの気持ちを落ち着けてって言いますかね。であの人間って、私はそうなんですけど、一回ミスってしまうとついついあのこう焦ってと言いましょうか、流れが悪く、だからそこをうまくやっぱり次から、まあ、ゼロからになってしまうんですけど、またゼロからコンボを積んでいくというあのことを心がけるのが私はいいのかなと思いますけどね。すぐ切り替えてっていうのは、はい、意外と e スポーツですけれども、はい、なんか人生の大事なこともついでに教わってるかのような感じがしますね。素晴らしい腕前でした。ありがとうございます。素晴らしい。やっぱりケンジさんすごかった。素晴らしい。この後はイサシの未来は、今回取材させていただいた大口ふれあいセンター視聴覚室では e スポーツの講座が行われたり、様々な e スポーツのイベントが開かれたり、 e スポーツが盛んな伊佐市、伊佐市役所地域振興課観光特産 PR 係有村さんと、伊佐市観光特産協会宮崎事務局長にお話を伺いました。伊佐市全体、この e スポーツ取り組んでいこうという意思、熱さを感じるんですけども、はい、このあたり取り組みとしてはいかがですか。そうですね、伊佐市の方では鹿児島県の e スポーツ連合のですね、伊佐市部という形でですね、動いているという形になっておりまして、e スポーツを使ってですね、一つのツールとして、イベントであったりとか、あとそのシニアの方に向けてそういった活動を積極的に行っています。東京ゲームショウにも関わられて、外に向けても発信されているみたいですけれども、はい、9月15日、16日と行われた東京ゲームショウのビジネスデーの方に出展させていただきました。一番の目標としては鹿児島県伊佐市を認知していただくこと、そして、私は観光の部署で働かせていただいているので観光 PR、 そして、うちの市役所から企業と、移住定住の担当も一緒に参加して、そういった伊佐市のことを知っていただいた上で、その先のお話というところがあればお話しさせていただくという形をとっていました。ますます e スポーツが盛り上がりそうな伊佐市、最後にレジェンドに2連覇を目指すのか聞いてみました。
この大会が終わってすぐ聞かれたことがあったんですけれども、もう二度とこんな緊張感のあるしプレッシャーのかかることはしたくないよねみたいなことは確か話をしたんですが、まあ、それからちょっとまあ月日が流れて、まあ、こうやって取材していただいたりとかしている中ではチャンスがあればその優勝者っていうんじゃなくて、やはりまた最初のそのメンバー選出のところから出ることができるのであれば、そういったことも経験したいなと思っております、はい、ご家族としてはお孫さんの朱里さんはどうですか、今おじいちゃんのお言葉聞いてみて。いや、かっこいいなと思いましたねえ、1位取るってなかなかねできないですもん ね、 この出場を、ま、この年で心よく快諾してくれて結果を残した、当然それに努力もしたっていうところですね、まあ、やっぱり私も娘も間近でずっと見てましたし、でそれは同じその今指導してる子どもたちも分かってくれると思うので、そういうところってすごいなって思います。もういや、ますますこの e スポーツでも背中で見せていく存在になるかと思いますので無理をなさりすぎないように楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、今回ケンジさんとプレーしてみて感じたことですけども、本当に e スポーツ世代関係ないんだなっていうことを感じましたね。自分が思春期だった頃にこういうゲームの世界が e スポーツの世界があったら、もっと親とおじいちゃんおばあちゃんと仲良くできたのかなと、そういう想像もしながらプレーしてました。ですから勝ち負けとか青春の汗、10代っていう意味だけじゃなくって、大人になっても夢中になれる何かがゲームを通して見つかるよっていうことを教えてもらったような、そんな気がしますね。本当にこの番組通して素敵な出会いがまた一つ生まれたなというふうに実感しています。まずはドラムをやっていたっていうことが恥ずかしい過去にならないように、太鼓の達人を頑張ろうと思います。次回のテゲテゲーミングは、秋の夜長にぴったりな、ついつい時間を忘れてしまう珠玉のアクルアーケードゲームを紹介。お楽しみに。せーの、テゲテゲ。